太町役場総務課の和田と申します本日はこのような発表の機会をいただきありがとうございます。My name is Town Hall. 過去、現在、未来、クジラに関わり続ける町として、太治町の歴史とこれからについてお話しできればと考えておりますよろししくお願いします。 I would like to talk about たいじゅう、history and the future。the photograph is an。写真は、たいじちを、航空写真、ヘリコプターから撮った写真です。クジラが口を開けたような地形をしております。the photograph is an aerial view of the Taiji town。it is said that the harbor looks like a whale。with a big mouth open。 場所についてご説明いたします。タイジから、えー、見た、えー、朝日です。タイジ町は紀伊半島の東側、和歌山県という場所にある人口2,900人、町の大きさは。 平方キロメートルの日本で13番目に小さな町です。タイ町は大規模な 農業に向かない場所が多くあります。しかしながら、黒潮を流れる豊かな海の恵みを受け、古くから、捕鯨を代表とした漁業を営む人が多くいました。Because of the limited size of flat land suitable for agriculture, the people of Taiji have lived for, from the sea.Taiji is blessed with the bounty of the sea brought by the Japan current. タ e ジチョウは日本の古式捕鯨発祥の地として400年以上前よりクジラとの関わりが続いており現在も小型沿岸捕鯨追い込み漁業と追い込み網漁等を実施している日本でも数少ない地域の一つです。More than 400 years ago,

s h o w i n the hunting of a right whale 400年前に太治町で行われていた古式捕鯨においては鯨組という捕鯨専門の組織を作り色とりどりのセコ舟を用いて集団で捕鯨を行っておりました The whaling in t a i 太治400 years ago was a collective activity by a group of professional whalers the 鯨組

捕獲率を向上させました組織で捕鯨を行うため、繊維についても役割ごとに分かり,分かりやすい性を与えられていました。 Many 例えば、遠くを見ると書いて、トウミさん。この方は、岬で見張りをして、クジラを発見する役割を担っておりました。For for toomi to look ancestors are searched example, means whales in the distance. The ancestors are said to have searched for whales from a lookout point to in lookout このように役割にちなんだ性がたくさんあり今でもタイジに住む多くの人がこの性を受け継いでおりますタイジ町には捕鯨関連の史跡があちこちに点在しておりますこの写真はイワシクジラの顎骨で作った神社の鳥居です

南平用捕鯨や調査捕鯨に従事した第一京丸が大事に陸揚げされ観光客に公開されております。This is a whaling vessel, 京丸ナンバーワン、no. in 大事。She was used for Antarctic whaling and later as a research whaling vessel.This is now open to the, the public.Taiji のクジラ踊りは タイジ鯨の様子を再現するもウェつつイリン・ダンスデモンストレイツ・ハウディ・アンシェン・ウェイリング・トゥク・プレイス。

The most popular dishes are and 腕物とは腸などの内臓をボイルしたものでこれらを生姜などの薬味を使い醤油やポン酢などでいただきます。 腕物はボイル l e d i n で、served with grated ginger and soy sauce or vinegar. s 特に、タイジで好んで食べる刺身は、コビレゴンドウ。腕物は、花ゴンドウであり、これらは、追い込み量で捕獲された後に、タイジチョ漁協直営のスーパーなどにおろされ、販売されることがあります。タイジ、パイロットウェル、刺身や r リソース r c フィン、腕物。

また捕獲したものを漁業者は近所に住む人々に分け与えるなどおすそ分けの文化もあり地域を支えております。これはクジラ汁です。

こちらはクジラカツカレーです。町では2017年、町の玄関口に道の駅タイを整備、安くて美味しいクジラ料理を食べることができるレストランやクジラをはじめとした地元産品の販売などを。 In 2017, Taiji town built a facility called Road Station Taiji at the entrance of the town. This includes a restaurant to serve whale well dishes at reasonable prices and a shop to sell whale well meat and other local specialties. Taiji Fisheries Cooperative Association manages it and provides services there. 日本では新型コロナウイルス感染症が流行しておりますが、そのような状況下においても、道の駅は過去最高の売り上げを記録するなど、昨シーズンはお客様に1万5000食以上のクジラ食メニューを提供し、クジラ食文化の発信拠点となっております。デスパイコビット 19,The Road Station Taiji Provided More Than 15,000 Well Dishes and Recorded the Biggest Sales Last Year. クジラは健康的な食材です。ウ i ルは healthy food。クジラ肉は高タンパクで鉄分を多く含んでいます。皮は不飽和脂肪酸を豊富に含んでいます。ウェル meat is high in protein and iron, んでいます。 ハン捕鯨団体はゴンドウクジラやイルカ類等の鯨類の水銀蓄積を攻撃材料としていますが2007年から2017年まで行った胎児町と国立水俣病研究センターでの共同,け共同研究の結果胎児町民の毛髪に水銀蓄積はあるものの

2017、no、detected, detected 町は2006年に過去、現在、未来、鯨に関わり続けていく町と宣言しました。 In 2006タイジタウンプロクレームタイ・タウン・トゥ・リヴ・ウィッド・ウェルズ・イン・ザ・パスタ・イン・ザ・プレゼント・アン・イン・エ・フューチサンゲン町長は、町全体が博物館、住民が公園の中に住んでいるような町を作ると言っております。メイヤー・サンゲン・ホッス・トメイ・オール・タイジ・ア・ミュージアム・アパーク。古式捕鯨からずっとクジラと関わり続けてきた町には、 様々なクジラに関する観光資源・食文化がありますこれらをつなぎ合わせ、来ていただいた方に見て回ってもらい体験してもらうための学びと場とするため、環境整備を行っております。

来年か再来年には日本芸類研究所の大事事務所が大事庁に整備される予定です。After, 国際的な会議が開催できるよう会議場なども整備する予定です世界では クジラに関して、さまざまな研究をされている方がたくさんいらっしゃると思います。そのような方々が一度は大事に行って、クジラの研究をしてみたい、そのような環境づくりを町として実施できればと考えております。We hope to welcome whale and dolphin scholars from all over the world. また、その研究拠点が日本ゲ類研究所の大事事務所になることを願います。We also hope

ウミオワタテクルトリ、サカナワ、ツツガナキトコロウモトメテヨッテ、アツマルモノナレバ、ウミベリノイワモ、シマモ、ガンショモ、キクサモ、ダイジニ、マモリ、ソンセザラマジキコト。As birds, fish whales come to a good place to visit, we should take care of our land, rocks, island, trees, grasses. we should not damage them. thank you very much for your attention. thank you very much, masaki wadi. thank you for sharing the beautiful reality of the town, tachi. and i would uh, like to, to give you one idea on the way back. maybe it could be together with the norwegian whalers or the faroe uh, whalers, whatever but this could maybe be uh, the asian arctic whale sharing or championship. i don't know, but it could be a beautiful thing to think about arctic values in the whale hunting. and sure, i would love also to be in that championship. so thank you very much. Thank you.